こんにちは、みおどです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日は、スピーカーを変えまして、前回のやり直しということでね、やっていきたいと思います。前回私はね、スピーカーの選定に失敗してしまいまして、DAS702S DA コンバーターの音の比較ということでやってみましたが、音がソフトでね、まあよくはなってるとは思ったんですが、ちょっとスピーカーがね物足んなかったかなと思ったので、こちらのね、長岡先生の設計いたしました D10 バッキーに、フォステックスの FE108 スーパーの搭載しているものに交換いたしました。で、パワーアンプの方もね、今日はね変えてみましたよ。はい、今日はですね、こちら HMA9500 Mark II の方持ってきました。で、今ですね、先ほどからランニングしていて、Mark I と Mark II をちょっと入れ替えましたので、電源投入後1時間ぐらいの状態となっております。で、今日はですね、この HMA9500 Mark II で、D10 バッキーで、この間と同じ CD プレイヤーCTX2200 と DAS702ES、どっちの DA コンバーターが皆さんの好みかということをね、やっていこうかなと思います。先ほどね少し聞きましたが、やっぱしスピーカーを変えたせいで、なんかこうソニーのねかっちりしたところがね、前回よりも引き締まって表に出てくるようになったので、私はねソニーのそういうところがね大好きなので、私は今回はソニーかななんて思っておりますが、これからね、聞いていただこうかなと思います。はい、DAS702ES、 まあね、わざわざこれから買う人はあんまりいないかなと思うんですが、少しちょっと紹介していこうかなと思います。コンパクトディスクプレイヤー総合カタログ、こちらもねちょっと見ていきましょう。はい、まあ、CD プレイヤーは、こちらのページになりますね。 CDP552ESD、こちらと組む感じで発売されていると思います。552ESD は動くうちに売ってしまおうと思ってトレイベルトを交換して売却してしまいましたので、現在持っておりません。はい、DAS702S、こちらですね。はい、写真を出してね、カタログを出していきましょう。 DAS702S 20万円、デジタルオーディオの中で最終的に音質を決めるアナログ部を完璧に仕上げるため、一切の妥協を捨て再生機器としての質を磨いた DA コンバーターユニットということでね、堂々と発売されたでしょうね。はい、ケースのみのね写真が載っておりますが、こんな感じですね。オーディオ機器、毎回思うんですけど、このアルミでねかっこいいケースなんですけど、鉄で作ったらきっといいんだろうなとはね思いますけど、でもね重量が増えちゃうんでね、この重さカタログ値で 11.5kg というふうになっておりますね。はい、従来 CD プレイヤーの一部であった DA コンバーター部をそのスペース上の制約から解放し、一つのコンポとしてのクオリティを追求、 CDP552ESD とのESD と組み合わせはもちろんのこと、 BS チューナーや DAT など近い将来実用化するデジタル機器でも同一のフォーマットのデジタルアウトが装備されていれば、各種のプログラムソースを素晴らしいクオリティで楽しめますというね、ことが書いてありますね。もうね極めて古いですよね。これ85年の6月のカタログです。1985年の6月、86年87年ぐらいが CDX2200 が出ますので、まあ古い DA コンバーターはやっぱそれなりの音になってしまいますけど、やっぱアナログ出力のところの
作りはやっぱ古くてもやっぱねそれなりに個性があって聞いてみるとなかなかいいものがありますけど、やっぱ透明度とかね、採用広域のモビっていうものはありませんが、やっぱり私はこのね古くてもやっぱこのソニートーンっていうものをね聞いているともうねいいですね。最近の新しいの聞いてるとね透明でクリアでつんざくようなスピード感ある、DA コンバーターなのは分かっているんですが、長く聞いてると疲れちゃうんですよね。そういう疲れてしまうとかね思い出したのも最近、まあ少し前ぐらいから、その何でもハイスピードでね、きっちりっていうよりも少し曖昧さもあった、音楽性豊かな、ものも必要なんではないかなと、感じるようになった時代でございます。はい、CDP552ESD がね持ってればよかったんですけどね売ってしまったんですね。はい、今回は、まず最初 CDX2200 で1曲かけます。でそのままねボリューム1も同じで前回と同じで抜いて挿して、次、702ES、DAS702ES こちらを、かけていきたいと思います。でまた、今回どっちが良かったよ好きだよという意味でですよ、どっちがこうつけるわけじゃないですけど、まあパッと聞いた瞬間よかったよみたいなね、こっちの方が良かったよっていうので、また投票していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではね、今準備いたしまして、これから再生したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではね、CDX2200 まずはね CDX2200 のアウトから出たやつをそのまま、HM9500M2 にねこのボリュームボックス通して入れてあります。はい、それではね再生いたします。はい、ただいまね聞いていただきましたが、ここでね映像切っちゃうとうさんくさいんでこのまま接続変えてきます。ちょっと待ってくださいね。今ね抜きますよ。そうですね、今抜きます。はい、一個ずつね刺していきましょう。だからブチとかねそういう音は出ません。フィックスと、はい、これでいいです。これで現在DAS702ESの DAC に入ったのが、HMA9500 に、接続されましたね。はい、はい、準備ができましたので同じ曲、DAS702ES の音 DA コンバーターの音、出していきたいと思います。
はい、ただいまね、お聞きいただきましてありがとうございました。今回はいかがでしたでしょうか。スピーカーを変えたことでもう少しね、分かりやすくなったんじゃないかなと思います。まあ力が分かんないですが、今度ね、後ろの D70 でやりますが、 D70 でかければもちろん、DS702S の強みである単体コンポとしてのね、単体 DAC としての力、底力とかそういうのがね、出てくるんで、もっともっといいんですが、それだけだとね、ちょっと分かりづらいので、これでね、高音域、中高音の味付けがどうなってるかっていうのをね、聞いていただこうと思いまして、 CDX2200 との比較をしていただきましたが、こんな感じで終わらせていこうかなと思います。私は、今回ね、この 108S で聞く、D10 バッキーで聞く音だと、ソニーのね、魅力というか、まあそういうソニーの硬さというかね、そういうところが好きかなっていうふうに思っております。前回でやった時は、スピーカーも、違かったんですが、マークオーディオ使っていましたが、今回ね、アンプもね、 HMA9500M2 なので、もっとね、シャープに、クリアーになってるんじゃないかなと思います。はい。お時間があれば、投票の方していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。ソニーファンの方が多いので、この後は、VFET でもね、鳴らしていこうかな。まあ比較とかじゃないですけど、VFET を使って、使ったアンプを、懐かしい、ディスクマンのD50 かなんかつなげてね、これ今カタログに載ってるんですけど、 D50、こちら、D50 を使って鳴らしていこうかななんて思いますけど、いかがでしょうか。D50 と ACD50 のセットになりますが、それを使って鳴らしていけたらいいかなと思っております。今回もね、ご視聴いただきましたが、この後お時間あれば本当にどっちが良かったよみたいな感じで、投票いただければ嬉しいです。今回もまたね、そしてコメント、温かいコメントをいただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。もしよかったら高評価の方とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。